はい、それでは後半折り返し室戸コースの、1番になります。大会では、10番になりますね。右ドッグレッグのロングホールで、ま、距離はしっかりあるホールなので2オンは少し難しいとは思うんですけど、ティーショットで菊池さんの飛距離だとまっすぐ正面突き抜ける可能性があるのでスプーンを持ってるんだと思います。少し結果としては左のラフへ入るのかな。ですね。できれば右のラフの方がマシやったんですね。ナイスショットです。三枝さんはフェアウェイセンターにあります。残りの距離まだ残りグリーンまではそうですね、320ヤード以上ありますので上りもありますしね、まあ、これは右の OB をしっかり警戒して左フェアウェイ、左サイド狙いですね。ナイスショットですね。フェアウェイ左目に、はい、行きましたね。はい、ここ行けばまだ3オンを狙いますね。菊池さんですが左のラフです。打ってましたね。これがね素晴らしいですよね、いつもね、ボールの高さをウッドでも出せるっていう、まあ、パワーを持ってるんですよね。前下がり左足下がりで前に木があってで右の OB が近い。よく上げましたね、そういう意味では、まあ、一番難しいショットを選択して成功させたっていうことですね。いやあの1打目やばかったもん。あの1ホールの1打目は本当にもうなんか気持ち悪いです。上すぎてもう怖いです。はい、三枝心さんの3打目です。上手に花道を使って転がって上がっていったので前半からのスイングからすると少し修正できてきたのかなと思いますね。打ち上げがすごい。菊池彩香さんです。グリーンエッジまで110ヤード上りで145ヤード。結果的には上りのラインが残ったんじゃないでしょうか。はい、そうですね。はい、はい、それではグリーン上になります。三枝さんのバーディートライですが、15メートルほど基本的には上りで最後カップ際がスライスライン、どうしても一旦上りがきつくて最後上りが緩むので最後下りに感じるんですけど、に近い状態のスネークラインですね。打ち出しフックライン、カップ際スライスライン、大きな下りではない、ほぼレベルに近いフラットに近い状態ですね。はい、今の菊池さんバーディートライ、惜しくも右に外れてしまいましたね。パーでした、パーセーブでした。2番ホールになります。ここは短いミドルホールになります。と練習ラウンドでドライバー持ってたんですけど、はい、今日はフェアスプーンですね。この選択の方が確実だと思います。左の花、ハイビスカスの形をしたバンカーまで220ヤード、風が少しフォローなんで210ヤードほどでバンカー方向へ打つのがセカンドにとってのベストポジションですね。結果いきましたね。三枝心さんのショットですが、ドライバーで菊池さんのあたりまで入った
結果としてフェアウェイちょっと右ラフに来ちゃいましたね。切り替えながら頑張ってます。スタートです。三枝さんのティーショットは、右ラフに来ました、はい、残りはどのぐらい。残りはピンまでが80ヤードぐらいですね。でピンが少し12ヤードと手前目に立ってるんですけど、その手前に見える大きなバンカーが少し気になるのかな。目の前に大きな木もありますし、まあ、80ヤードの距離なんでショートアイアンだと思うんで、高さの木の邪魔っていうのはないと思うんですけど、まあ、逆にそのミスの出やすいというのはボールを持ち上げに行くとまたダフりやすくなるんで、それをせずにしっかり軽く打ち込んであげるような状況で打てれば問題はないと思います。はい、ナイスオンです。上というよりは間を横左ギリギリスですよね。狙ってきましたね。はい、そして菊池彩香ちゃんはベストポジションでした。ピンまで上り込みで70ヤードぐらいですね。惜しいですね。カップの左側、右を抜けたんですね。三枝さんは結構ずっと強気になパターをされてるんでね、感じはいいですよね。菊池さんも打ててるはいるんですけどね、少し力む感じで打ってるような気はするので、下りを利用して、下りの2メーターぐらいですかね、フックラインですね。それでは室戸コース3番ホールになります。356ヤードパー4。こちらも海が非常に綺麗に見えるコースです。ティーグラウンドからそうですね、190ヤード地点が少しシェイプされて狭くなってます。それを越すのか手前刻むのかで戦略が変わります。はい、菊池彩香ちゃんのティーショット飛びましたね。フェアウェイの右目ですね。狙いどころとしてはこれは狙いどころ、今日の風から考えてもフェアウェイ右半分を狙っていく形になると思います。やっぱり最悪でも左の OB は避けておきたい。さあ、ココさんのティーショット、ドライバーでナイスショットですかね。フェアウェイ左サイドセンターへ傾斜で転がってきました。はい、うん、ちょっとど真ん中に行きましたんで、はい、そこだけ見ると本当常夏だよ。うん、いやし、なんか沖縄とか宮崎とかって感じ。三枝心さんのセカンドスウェーブ、本当ど真ん中まで来てますね。そうですね、グリーンエッジまで110ヤード、ピンが25ヤード入って135ヤード、風がまあ横に近いですね。右から左の風で、グリーン面が一旦グリーン手前エッジから話をすると、手前から下りが入り、少し上ってまた下りで、最後は受けてるっていう、こうちょっと波を打ったようなグリーンになってます。
うん、で今日のピンの位置は右の奥の下り切ったところにあるので、まあ、逆にカップへ寄っていきやすいピンの位置にはなります。続いて菊池彩香さん、ずいぶん前まで飛んでますね。左のラフまで行ってます。距離で言うとそうですね、270ヤードぐらいは十分飛んでますね。ピンまでの距離がそうです60ヤードぐらいだと思います。はい、ナイスオンですね。ちょっと奥行きました。奥行きましたね。まあ左足下がり、つま先上がりでフェースがかぶりやすいっていうのと、スピンをかけに行ったんでしょうかね。少しインパクトが強くなったんですね。三枝さんの第2打は、グリーン右手前でこぼれましたね。グリーン面が高い位置にあるんでボールを上げたくはなりますけども、まあ、そこからピンまでの距離がそこそこあります。だから無理にボールを上げる必要はありません。変な跳ねた。ナイスオンです、はい、ナイスアプローチですね。プチさんのバーディートライになりますね。8メートルぐらいだと思うんですが、少し下りで打ち出しがスライスラインで、半分からはフックライン気味に少しなってきます。ここは非常に海近いですが、やっぱり芝目は、うん、そうですね、土佐間で海がはっきり見えるホールのグリーン上は、はい、海向きの芝目を計算に入れてこうラインを読んであげるべきですね。で結果的には左へ30センチほど外れちゃいましたんで、やっぱりそこの読みがまだ多分足元のスライスの方がきつく感じたんでしょうね。三枝さんもこれもパーパットですね。約3メートル弱、ほぼフラットのフックライン、その順目という部分では少し前へ進んでいきます。第11回横浜タイヤゴルフトーナメントプロギアレディースカップ土佐カントリーで行われます。3月9日から11日の3日間、来れない方もいらっしゃると思うんですよ。そんな方のためにテレビ東京系列で放送が見れます。ぜひそちらもチェックしてみてください。バイバーイ。